どうも、ゆうきです。今日この動画では一番投票が多かったビクトリーワンマイル GU1 の予想を発表していきたいと思います。実は先週ね、重賞を外してしまいまして、連勝記録が途絶えました。しかも1ヶ月以上ぶりにマイナス収支を叩き出してしまったので、先週はなのでね、今週はしっかり気を引き締めてしガツンとちゃんと当てに行きたいなと思ってます。はい、平場も重賞もね、頑張りたいと思います。この動画ではビクトリアマイルの本命馬と期待の穴馬と有力馬の私なりの見解と解明お届けしますので、ぜひ参考にしていってください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ビクトリアマイルは東京芝の 1600m のレースです。コースの特徴はね、別の動画で解説してるので、後で概要欄からチェックしてください。先週の NHK マイルと、舞台自体は一緒なんですけどね、今回は牝馬限定戦なので、皆さんそこをねちょっと注意してください。メンツ的にも先週よりはちょっと難しいような気がしています。はい、そんなビクトリアマイル、私の期待の穴馬はモリアーナです。はい、モリアーナ、当日正直言うと穴というか、中人気ぐらいになるんかなって思ってるんですけど、この馬、牝馬相手やと大負けしたのはね、もう1回だけです。デビューから3戦目の阪神 JF だけです。それ以外はね、基本的に構想してまして、もう堅実に走るうまいなっていう印象があります。末脚もかなり魅力的で、今回の挑戦も良かったです。鞍上も乗り慣れてるから不安ないし、レース感覚もこの馬にとっては問題ないし、相手にね強い馬はいるんですけど、どっちかというと楽しみの方が大きい一頭だなと思って今回応援してます。では続きまして、有力馬2頭の私の見解をお話ししたいと思います。2頭ね、まずナミュール、正直一番人気になりそうな予感がしていますが、この馬のいいところというと、やっぱタフなとこだと思います。デビューしてからはね、こう馬体がなかなか増えてこないと、そういう課題はあったんですけど、そこをしっかりクリアして馬体を増やして、それからっていうのはね、もうこの馬の不安要素ってなくなっちゃったなっていうぐらい、なんか文句なしの牝馬って感じだったんですけど、今回は不安要素があります。皆さんもお気づきの通り、この子今回ドバイ帰りなんですよね。私と同じ感覚がそんなに空いてないで、ドバイ帰り結構しんどいと思うんですよね。っていうのも、香港と違って輸送距離がドバイの場合めっちゃ長いので、できればドバイの後はね、2ヶ月ぐらい空けてほしいなっていうのが個人的なあれなんですけど、もともとのね、喪失でこうカバーできる部分っていうのもめっちゃあると思うんですよ。あると思うんですけど、その見えへん疲れっていうのが溜まってるんじゃないかなっていうところ で、見えへん疲れが溜まってる場合は、やっぱちょっとパドック見ても分かりづらいっていうところで、結構不安残しの有力馬って感じの位置づけになりました、今回は。ただね、能力もいいですし、強いんですけどね。ただ追い切り本数もやっぱりこの期間が短いことによって、ちょっと少ながいっていうのもね、どうなのかなっていうところで、どんなレースをしてくれるか楽しみですけども、不安残しという感じです。で、もう一頭有力馬、これがマスクとディーバです。2走前に距離を短縮して、1600を初めて使いました。で、ここで5着だったんですね。で、その後、だから前走ですね。前走もまた1600を使ってて、その1回目の1600使った時に5着やったんで、正直言うと、この馬にとって1600はちょっと忙しいのかなっていう、展開的に。しんどいのかなって思ったんですけど、この前走の 1600m のレースでしっかり勝ってくれたので、忙しいんかな、1600っていう、この、疑問に関しては解消されました。で、牝馬相手でレースをすると基本的に連帯してくるので、この子は能力的には明らかに上位だなと思ってます。で、1番人気がナミュールになって、2番人気にマスクとディーバーってなるかなって思ってるんですけど、分からへんで当日どうなるか。でも今のところそういう風な予想をしてまして、で、この2頭でいくと私はマスクとディーバーの方がいいんじゃないかなって思ってます。っていうのも、ナミュールは不安要素はあるけども、その見えへん疲れが溜まってるかもしれへんっていうのと、日本よりもタフな馬場でやってきて帰ってきてっていうね、このダメージね、ダメージがあるっていうのと、間隔が短いっていうの、追い切り本数も少ないしっていう、こう不安要素が何個かある中で、マスクとディーバに関しては今回不安要素っていうのは正直言うとあんまないので、この2頭で言うとマスクとディーバの方が狙い目なんじゃないかなって私は思ってます。はい、ではここまで
期待の穴馬と余力馬2頭の3頭分のね見解というのをお届けしてきましたが、続きまして私の本命馬を発表したいと思います。本命馬はウンブライル、はい、ウンブライルにしました。もう私川田さん大好きですね、はい。まあ、それで選んだんじゃないんですけどね、まあ、この馬重賞で勝てたことありません、ないんですけども、まあ、まともに走るとめちゃくちゃいい足を使うっていうところを私は気に入ってます。で今回の追い切り内容を見た感じだと上積みがありそうやし、このね調教の状態で当日も臨めるのであれば末足もしっかり使えると思います。で前年走が長期休養明け、もう約1年ぶりのレースだったんですけど、まあ、そこは大きく負けてしまって9着やった、9着か8着かなんかそれぐらいで、まあ、大きく負けちゃって、で今回はその休養明けから見ると叩き3戦目なんですよ。っていう意味でも注目度は上がってくるレースかなと思います。なので今回ここのビクトリアマイルで本命にしたのはウンブライルって感じになりました。ではもろもろ踏まえまして買い目を発表したいと思います。私の買い目は馬団ボックスでウンブライル、モリアーナ、ナミュール、マスクとディーバという感じで8点勝負にしたいと思います。この4頭で3連複っていう4頭ボックス4点っていうのもちょっと悩んだんですけど、あと2頭ぐらいちょっと怖いのがいたので、一旦馬団で止めてみました。まあ、当日ねパドックの状態を見て5回目をアレンジする可能性はあるんですけども、その点はご了承お願いします。来週も重賞予想は、一番投票が多かったレースを予想アップしますので、皆さん投票の方もね来週水曜日ぐらいかな、忘れないようにお願いします。ちなみにあれ動画見てくれた、この間あげた広告収益全部寄付しますっていう動画、あれもシリーズ化して毎月1本動画あげるんで報告動画、みんなねしっかりそっちの方動画も見てくださいね。予想動画以外の動画もぜひ見てください。では今日の動画はビクトリアマイルの予想をアップしましたが、参考になったよって方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。競馬友達おる人この動画をねぜひシェアしてあげてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。現在私の公式 LINE では初心者でもわかる競馬予想方法をまとめた競馬ガイドブックと、競馬する人なら誰でも活用できるシンプル軸馬という2つのコンテンツを無料配布しています。予想にもう一パンチ加えて決め手が欲しい方や、とにかく競馬をもっと楽しみたいという方は概要欄から公式 LINE に登録してください。これまで2000名以上に配布してめっちゃ参考になったってたくさん感想をいただいてます。毎月50名限定配布になってますので早めに受け取ってねー。